ということで、さあ皆さんもね、気になっているガチャそろそろ引いていきたいと思います。まあね、フェンコラボをねクリアして引きたかったんですけどもう自分でもね、このファイナルファンタジーのコラボ1と2と、今回新しく2が入ってきたんですが、前ね、開催した時のダンジョンも一緒に来ているので、まあ、それでスキル上げができるということなので、まあ、これで当たったキャラ、当たるかどうかわかんないけど当たったキャラで、まあなんか、いろいろね、スキル上げをね、ダンジョン頑張っていきたいと思います。ライトニング、クラウド、ユナということで、ですね、全部で一応14回までは回せるんです一応14回までは回せるんですが、まあいろいろね、あの石はね今後も使っていくと思いますので、12回ぐらいかな、と様子を見て、10回くらいで全部出ちゃうかもしれないしねそうなので、ライトニングとクラウドとユーナが強いのね。でもキャラ的にはまあライトニング、ユーナ来てくれたら嬉しいということで、その辺狙いで行きたいと思います。星6、ライトニングやティーナ、リビを含む19種類のコラボキャラクターだけが手に入る期間限定のレアガチャ聞いていきますよ。まあ、とりあえず1回目、おー、チョコボかわいい、なにこれすごい、毎回ね、このね、あのドラゴンのね、ガチャのねデザインもすごい楽しみにしてるんだけどね、もうドラゴンじゃないねチョコボだね。よし、いきます。下げてね。リノアもいいね。リノアはそんなに強くないんだろうけど、なんかあのキャラ的に欲しいね。私はリノアよりセルフィー派なんですよねそこは、まあ、リノア嬉しい、ガチャ持ってるから楽しみ。よし、行きます。1体目、ライトニング、お、来て、キンキンキン来たいきなり来たスコールグッグ、俺のそばから離れるな。もうね、あの歴代、まあなんかその全部をね、やってないんですけど、歴代 FF シリーズの中で一番好きな男性キャラクターなんですよ、スコールは。そうなんです。なんでね、あの、星5だからね。まあ、強いんですけど、一番当たりではないけど、キャラ的に欲しかったんだよね。嬉しい。回復とお邪魔ドロップを火に変化。火属性、自分以外の味方助けの一段溜まる。ほうほうほう。火だからホルスパーティーとかで使えるのかな。フレイホルスあたりで使っても良さそうなスキルだね。嬉しい嬉しい、普通に嬉しい。3コンボ以上で攻撃力上昇、最大5倍。なんかシンプルだけど、最大5倍で3コンボ以上で攻撃力上がるってことは結構なんか強そうな気がするんだけど。初っ端から金、うい、やったー、お気に入りお気に入り。よし、続けていきますよ。最大5倍はいいんじゃないかな、3コンボで。なんでも色いいんだもんね。よし、いきます。てい、ライトニング、ライトニング、ライトニング、おー、キン来たー。セヒロス様、セヒロス様、セヒロス様、これは、これは、覚醒するんでしょ？覚醒するんでしょ？俺は選ばれしも。ジェンドロップ強化。ジェンドロップ強化。ジェンドロップ強化、すごい。全部プラス。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。セヒロ強い。セヒロ様、セヒロ様強い。おお。攻撃タイプの攻撃力3倍。回復力は 1.5 倍。なんかリーダーよりも普通にサブに入れた方が良さそうな気がするけれども、全ドロップ強化はいいね。覚醒するとまたちょっと変わってくるのかな、覚醒スキルとかね。すげー、服着て脱いでまた服着るあ、そうなんだ脱いで、一回脱いで着るの、
楽しみにしてよ。しかも星6だよ。これは、今回はライトニングが新しいんだよね。だから、いやリーダーだよ。リーダーにするといい。攻撃タイプを揃えればいいの？今後リーダースキルがまたちょっと変わるのかな？でも攻撃力がただ3倍になるっていうのは安定してそう。パズルに左右されないチームになりそう。なるほど。お気に入り。お気に入り。よし、続けていきましょう。いい流れが来ている。10回ぐらいで終わっちゃうんじゃないか。もうなんかすでに十分満足。次はクロートかな。ゆうな、ゆうな。おお、金来た。あー、かわいい。シャントットちゃん。おおほほほほ。最上段の横一列を闇に。ほうほう。最下段横一列を金。変化。うん、使えそうなパーティーあるかな。白じゃとりあえず木だから使えないね。まあ、木パーティーでもいいのかな。闇が必要な。バステトパ。バステトパ使えるかな。使えないな。ピカリパも使えないな。ちょっと使いどころが。自分以外の味方スキルが1段溜まる。木率おかしい。木しか入ってない。リーダースキル私ぶち切れますわよ。闇と木を5個以上つなげると攻撃力 2.5倍。おお、まあ、星5ですね。これは覚醒しないけど、なるほど。使えそうなパーティーがいたら、すごい合いそうなパーティーはいるけど、何パーティーなんだろうね。パンドラ。ほうほうほう、パンドラパーティー勝ち組。先生、よし、いい感じできております。金が3分の3、素晴らしい。そしてよし、いきますよ。4回目。で、あー、また金きた。どうわー、リノワきた。やったー。というか、あれなのかな、当たりキャラが多いのかな。基本的に当たりキャラが多いのかな。あの、金が多いのかな。星5。さ、またまたおハロー。リノはかわいいよね。いや、セルフィー派なんですけど、リノも好きだな。やはりね、リノも好きだな。これで、エイと主人公2人揃ったじゃん。HP が5000回復。マインズ調停を3ターン回復。自分以外の味方スキルが1段溜まるということで、回復ですね。まあ、でもなんかスコールとリノは同じパーティーには組めないんだね。なんかちょっとそこなんかなんかな、同じパーティーでいける何かはないんだろうか。やはりね、一緒に入れたい、パーティーに一緒に入れたいんだけど、そういう感じではないね。でも回復だからあんまり、まあ、水だから、ヒパーティーに入れて、どうだろう。火だからな、スコール。一緒には入れられないかな。まあまあ、でもこれはね、まあ、イシス的な感じだよね。イシスとちょっとでも被っているところがありますが、まあ、味方スキルが一段溜まるとか、いろいろね、水の1コンボ以上で攻撃力上昇、最大4倍。リーダーもいいね。ということで、金。3分の2は金キャラだそうです。あ、そうなんだ。結構高いんだね。金率が。出現率は分からないけど、金。なるほど。金。金卵。銀の方が珍しいぐらいなのかな。よし、5回目いきます。チョコボ。お願い、チョコボ。お願い、チョコボ。今回も金でーす。あ、来た、金。あー、かぶったー。さすがに、そろそろかぶるのか。金。さすがに、かぶったけど、まあ、金。リノア様。もう、エイトはね、いいです。エイトは、十分、思いは届けられました。エイトへの思いはね。次は、金。
あの、テンとライトニングで。テンとライトニングでお願いします。6回目。お願いチョコボー。お願いチョコボー。お願い。おー、来たー。あー、かぶったー。かぶったー。ちゃんとっと様もね、いいんですよ、もう。かぶるな。はそう、金で安いけど、かぶりもね、限られた中での、あれですから、出やすい。7分の、ん?次7回目か。6分の6ですね、金。さあ、7回目。合ってるよね、7回目。いきまーす。チョコボお願い。ライトニングを出して、ライトニングを出してくれ。ここまで金出たらライト、あー銀、あ、やっと銀来た。むしろ銀は何が銀なんだっていう感じだよね。レインさん、それが騎士の心情だ。一旦の間受けるダメージを激減、激減だって。味方スキル1段たまる。全パラメータ 1.5 倍。まあやっぱ銀感があるね。なんか銀だけど使えるのかわからないけれど、すごい銀の感じがある。銀感がある。なるほどね。さあ、では、8回目レインはいい。レインは使えるのか。ライトニング、ホーリードラゴン。さあ、ライトニング、ユナ。クラウドが強いっていうね、お話だったんですよ。今回のガチャはね。ただね、それがまだね、1個も来てない。ということで、ここからね、その3体のうちね、どれかをね、ちょっと狙っていきたいと思います。8回目。お願い。お願い、強いやつ来てー、強いやつ。おー、金来た。お願い、お願い。おー、じったん、損はさせないで。5ターンの間、きっと2人ドロップが少し落ちやすくなる。もう木タイプだからバステットパ、フェルダニーパあたり、自分以外の味方スキル1段たまる。なんか使えそうではあるね。さあ、鎖骨セフィロスも十分強い。あの覚醒進化ね、解放されたやつはまあ強いと思っていいんですかね。セフィロスでやめとけば。なんと、あれ、これ9回引いた、これ8連か。これ8連ね。10連はしますんで。2回これ、まあでも。よし。いきます。あまり、あれだね。さっと。さっと、9回目。お願い、チョコボー。あサッとはダメか、やっぱり思いを込めないと。かわいい。エモちゃん、私も変えたいあの未来を。自分以外の味方スキルが1ターンたまる。8秒間時を止めて、時を止めて、ほう、ドロップを動かせる。1ターン分にならないってこと。初めてこういうの。自分以外の味方スキル1ターンたまるだから、なんかサポート的な感じだね。金色の光。でもなんかさっき金が出すぎた反動がここに来てますけど、9分の7ですね、金率が今。エモーションさあ、ここで来い。10回目お願い。思いを込めた方がいいからね。お願い。ゆうな、あー銀。なんか終わりだ。エース、うーん、無心で。ちょっと終わりがなんか銀とかやだ。もう一回引こうかな。ヒトや闇属性の攻撃力が2倍、副属性がつくのかな、進化で。
金属製の攻撃力は3倍。ちょっとテンションが下がっている。まあ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 。まあね。キャラ的にはどれが来ても嬉しいですけど、やっぱね、金でウォーってなりたいじゃないですか。この流れ的には。ということで、もう一回。これ、ハマるかな？いや、いける。いけるぞ。金来い。ラスト1回、お願い。あれむむダメだな、これはハマる感じかな。ちょっと金が出るまでは回させてください。結局引いている、結構。いける、よし、出ると信じて。固まるのかな。よし、お願いお願い。チョコボチョコボ信じてるよ。お、来た、金、新しいの来て。かぶった。スコールに戻った。売りましょう。売りましょう。はあ。ちょね、でもね、いやでも結構金出ましたよ。12分の、結局何個出たんだろう。8ぐらいは金出たのかな。まお、ガクブルということでね。でもセフィロス出たから、セフィロスとスコールかな。を、ちょっと育ててみたいなと思います。でね、セフィロスは覚醒もするっていうことだから、育てておいて損はないでしょ。ということで、当たったということにしときましょう。やったー。ありがとうございましたー。さあ、10個残ったところで、ちょっとね、あと5分ぐらい。ラスト1回と、FF、さっき2の方行ったのか。